クローと一緒のやつだ。極悪ピエロがお前の耳元で何か囁いたか？兵士は片付けた。塔の機能を止めに行くぞ。今飛行船だ。何か分かったか？はい、飛行船の概略図を入手して調べたところ、てっぺんから入れる供給口が見えます。ミスタースタッグは研究についてはかなりの秘密主義だったようで、警備の方も厳重と思われます。ありがとう。ルーシャス、遠隔ハッキング装置はできたか？あれが必要になる。おや、ウェイン様、投資能力もお持ちなのですね。ウェイン・インターナショナルプラザで最新の解読ソフトウェアをアップロード中です。そちらで受け取ってください。お前たち、強みを生かすんだよ。
光線の上に配膳口がある。遠隔ハッキング装置を使って侵入する。お前がここを好きなのもよくわかるよ、バッド。実に厄介な問題についてゆっくり考えられるからな。オラクルは死んだのか、それは俺のせいなのか、次に死ぬのは誰だ。さあ降りて確かめに行こうぜ。ようやく私のリドルを解き始めたか。だが実際ゴッサムはまだリドルだらけだ。私はこの機会を待ち望んでいたんだ。兵士たちは無人ドローンを使っている。ドローンを操作している兵士からセキュリティコードをダウンロードしよう。コードは手に入れた。次はドローンを奴らに向けよう。電子ロックがかかっている。コントロールパネルを見つければ遠隔ハッキング装置で解除できる。ナイトとスキャークローの軍隊が全員殺していったようだ。何かの理由でそこを通ったのでしょう。ヤツらの企みは？まずバーバラの安全を確保してからヤツらの相手をする。しかしご主人様、今がチャンスです。スキャークローを捕まえてこの街を救う、それはミス・ゴードンの望みでもあるでしょう。もう誰も失わせない。飛行船の安定性制御システムで回転を制御しよう。だがこのハッキング装置は制御端末から一定の範囲でしか使えない。